下足番を命じられたら、日本一の下足番になってみろ。そうしたら、誰も君を下足番にしておかぬ。小林一三。阪急電鉄をはじめとする阪急東宝グループの創業者小林一三氏の言葉です。下積みなど自身にふさわしくない境遇に置かれた時に力を貸してくれる言葉です。納得いかない境遇に置かれた時、腐らずにそこでできることを目いっぱいやれるか、それがその後の人生を決めると言っても過言ではないでしょう。ふてくされてしまえばそこで終わり、反骨精神を大切にしていきたいものです。